ジギーの森重さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、ロックバイクス TV です。今日はなんとロックバイクスに本物のロックスターが来てくれました。紹介します。ジギーの森重さんです。どうぞ。わあ、どうも西山さん、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。またこんな遠いところまで来て。いえありがとうございます。ずっとお会いしたかったんですけど、いや、そんなこともらってありがたいです。ありがとうございます。本当にね、ロックバイクスさんとの出会いで、はい、僕自身がすごいやっぱ自転車にものすごく興味を持つようになって、はい、で、まあ、いろんなことを教えていただいたり、うん、自分専用の自転車を作っていただいたり、はい、作らせていただきました、ね。今でも黒のトマホークと、はい、キンキーピンクのロケットと、はい、そしていつも毎日の足に使っているピンクのプライドと、ね、はいはい、3台所有させていただいて、ね、はい、いや実はね、今回森重さんとお会いするのも4年ぶりですね。ですね、本当、なかなかコロナもありましてね。そうですね、ずいぶん様変わりしたし、はい、最初はまだ原宿にショップオープンされる前の渋谷で僕がロックバイクさんに伺って、はい、こんなに個性的な自転車ばかりを置いてるブランドがあるんだ、いや何がいいってロックバイクスってのがいいじゃねえかって、ありがとうございます。本当にそれで僕自身すごく興味を持って、その後も、はい、いろいろお付き合いさせていただいたり、ただそれこそコロナがあったり、西山さんもね、こちらの方で、はい、今仕事をメインにされるようになったりして、なかなかお会いできなくてすごく残念だったんですけど、いやいや、でも来ていただいてね、とんでもない、とんでもない、こんな本当ね、ここすごく田舎なんですよ。こんな田舎までね、わざわざ来ていただいて、今日はね、僕の ですけど、すごくね、したかった西山さんとこでお話しさせてもらって、今日も倉庫の方でいろいろお話しさせてもらって、はい、ものづくりに対するやっぱり西山さんの真摯な考え方と、やっぱ攻めたいっていう、攻めたいっていう、俺も攻めたいっていう自分がね、やっぱりこうリンクするというか、刺激をいただいて、いやいや、こちらこそですよ、こんなもん、やっぱね、かっこいいものを作るっていうために、はい、多分この4年間西山さんとコミュニケーションを取ることができなかったですけど、やっぱり自分がやってることと西山さんがやってることは業種は違いますけど、はい、何かここの中にあるの、この中にあるのを外にこう出す、うん、という意味ではやっぱり同じ何ていうかな、仲間っていうリスペクトを持ってますので、はい、仲間って呼んでもらってもいいんですか。もちろん、なんでですか。友達でいいですか。ガチでいいっすよ。友達でお願いします。もちろん、イエーイ。どれだけね、こういう風になかなかこう、はい、会えない、はい、お会いできないだけに、はい、やっぱり今日来て西山さんの健康、そんな元気そうな姿を見て、もうすごい嬉しいし、僕も嬉しいです、はい、ね。これからもその僕は自転車を通して、はい、もっとなんかこうもっと楽しい人生を送りたいなって、はい、ちょっと最近思い直していたところで、一時期ちょっと、まあ、自転車とそこまで密ではなかったんですけれども、街行く自転車たちの姿がね変わっていったり、はい、最近こういう自転車乗ってるやついるのみたいな、興味の持ち方をこうしていたりしたことに対して、はい、今日、まあ、西山さんと話してなるほどと思ったし、最近マウンテンバイクが今度出るっていうのを聞いて、はい、西山さんとマウンテンバイクってどういうんなことになるのっていうのがすごいあって、はい、ロックのやつにしますんでね。え、やっぱりそのアウトドアというか、そういうこう決して街中だけじゃない、結構ね、僕も東京で道走ってて、はい、なんとここ道悪いんだよっていうところ意外とすごくありますよね。で、僕ももう随分古いマウンテンバイクをまだ1台持ってるんですけど、はい、マウンテンバイクって私も重いけれども、まあ、いわゆるその舗装の良くない道を走ったりするにはとても楽だったりするのありますよね。操作性は高いですからね。ですよね、はい、だから多分それをより本格的に使えるような仕様であったり、はい、
で、それに乗ることで自分のライフスタイルをより広げられるようなね、ものにきっとなるんじゃないかなって、やっぱりこう楽しみにしている、期待していてください。あのぜひね、はい、機会があればというか機会を作って、はい、一緒に山走りに行きましょう、はい、わー、ぜひぜひ教えてください、はい、ね、素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ、そんな感じでこれからもちょっとね、森重さんとは仲良くさせていただきたいと思います、それでは皆さんよろしくお願いします。ダチの西山です。ありがとうございます。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。今日は、ジギーの森重さんが来ていただきました。今後、今日の動画の続きを、まあ、数回に分けて、配信していきたいと思いますので、またお気に入りいただけましたら、高評価、コメント等で応援していただけるとありがたいです。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、ロックバイクス TV でした。またね。バイバイ。